和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。今回は和歌山県伊都郡桂木町東渋田にあるフランス家庭料理のお店、イサキ亭であります。フランスの家庭料理で知られるケーキやタルト、ランチも人気だと言います。和歌山県の片田舎にあると言います。フランスパリからなんと9673キロの距離にあるお店だと言います。あたりは桃畑しかありません。ポツンと一軒家状態であります。 Google マップで確認しても、あたりは桃畑にポツンと一軒家状態であります。なんでこんなおしゃれなお店がこんなところにと思いでしょう。営業時間は朝8時30分から、モーニングもあるそうであります。またお得なランチは11時30分から13時30分までであります。ディナーは17時30分から21時までです。定休日は日曜月曜だということでありますが、詳しくは概要欄に貼っておきますのでご覧ください。また現在は時短営業などで営業時間に変更があるかもしれません。お店のホームページでご確認ください。また予約を入れた方がいいと思います。和歌山の片田舎にあるオフランス、それではごゆっくりお楽しみください。あれ、あの辺あとな、こやろ、また立っちゃうとこちゃん。こういうところに来ています。伊佐木亭であります。
いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。